今日は入学式がありますが、残念ながら桜の花はだいぶ散ってしまいました。こちらはいつも開花の基準にしているソメイヨシノです。もうだいぶ葉っぱもでき始めています。花が咲いてから葉っぱがソメイヨシノはできます。